池田太志監督が率いる日本女子代表は現地時間8月3日、パリ五輪の準々決勝で強豪アメリカと激突した。3大会ぶりのメダル獲得を狙うなでしこジャパンは、立ち上がりからボールを保持される展開が続く中、集中力の高い守備で応戦する。そして26分にようやく最初のチャンスを迎える。 左サイドの敵陣深くで聖家高子が倒されて FK を獲得。長谷川優衣がゴール前に鋭いボールを供給するも、味方には合わない。35分には、ボックス内でボールを受けた田中みなみが中に切れ込んで右足で狙うも、GK ネーハーに正面で防がれる。さらに直後には前線でフリーになった森山雅美がボレーを放ったが、 枠を捉えられなかった。このまま0対0で前半を終える。後半に入ると日本は徐々にリズムをつかむ。51分、途中出場の浜野舞香のパスから右サイドを抜け出した森谷がクロスを上げたが、惜しくも味方には合わなかった。その後は一進一退の攻防が続く中、70分には長谷川が右サイドからゴール前に際どいボールを送ったが、 シュートには繋がらず。80分、ボックス手前の中央から長谷川がボレーシュートを放つも、大きく枠を外れた。このまま0対0で90分を終えて、試合は延長戦に突入する。96分、自陣で南萌香がスミスにボールを奪われて、GK 山下彩香と1対1になる大ピンチを迎えたが、日本の守護神が攻守でしのいだ。 しかし、延長前半のアディショナルタイムに痛恨の失点。ロットマンに自陣ボックス内への侵入を許すと、ドリブルで中に切り込まれて、鮮やかなコントロールショットを突き刺された。ビハインドを追った日本はその後、反撃に出るも得点は奪えず。このまま0対1で終了し、4強入りを逃した。